どうも競馬予想チャンネルのたけしです今回はアイビスサマーダッシュの予想をしていきます、えー、関東地方土日まあ、台風が懸念されていてちょっと大荒れの予想がされていますが、えー、まあ、新潟はどうなんですかねまあ、台風それて大丈夫かなと思うんですけど、ね、ちょっと予想していきたいと思いますまずいつも通り人気枠番の傾向ですが 軸なら1もしくは3番人気がおすすめ過去10年1番人気は5勝で副勝率60%と高いですので迷ったら軸は1番人気がいいかなと思います2番人気は副勝率30%とやや低いんですが3番人気は50%とまずまずの数値です2点目がひも穴は7から10番人気のゾーンが狙い目 単焦ー津でいうと7から15倍あたりの中穴が過去のデータ的には来ておりますのでこのあたり狙い目ですね逆に単勝50倍以上の高層例は少ないですので、まあ、無理な大穴狙いっていうのは厳しいデータです3点目が7から8枠が有利な傾向、まあ、これはこのレースに限らず新潟直線 1000m はもう外枠有利というのは定石もうみんな知っていることですけども このレースに限っても8枠が5勝していて1枠は連帯がないということでまあ本当に極端な結果だなと思いますとはいえ2枠は過去10年2勝していて副勝率29%ありますのでえまあそこまで切らなくてもいいかなという感じです続いてローテその他のポイント1点目が前走が CBC 賞もしくは函館スプリントステークスだった馬 特に前走 CBC 賞組が5勝。副賞率29%と高いです。2点目が前走で逃げていた馬に注目。該当馬は過去10年で4勝。そして3点目が前走の単勝人気が6番人気以内の馬。該当馬が5連勝中となっておりますので、単勝派の方はこの2点目、3点目のデータ要チェックですね。 とということで今回は、えー、1頭厳選という感じでやっていきますが、えー、6番のラインスピリットでいいきたいと思います、えー、この馬何と言っても詰めはなんですけど 1200m の芝重賞ではほとんどが1着から0.2から0.3秒差の僅差の競馬をしておりまして人気より上の着順になることが多い素晴らしい馬ですね。 えー、そして重賞での高走実績という点を考えてもこのメンバーならいわれる実績上位のものがあると思います昨年のこのレースは0.4秒差6着だったんですが新潟直線 1000m でも勝利実績はありますし適性はあるはずですやや内目の枠になったのがちょっと残念なんですけども隣の4枠の2頭が、えー、逃げ先行する感じなので 逆に前をカットされる心配がないと思うので、その直後を進んで行位から一伸びできる展開であれば、見せ場以上があってもいいかなと思います。ということで、馬券を買うなら、6番、ラインスピリットの単覆でいきたいと思います。まあ、正直、単勝はあまり勝ちきるイメージがそこまで持てないので、副勝集めですね。そしてワイドでは、 やはり8枠データ重視してメ名プリンセスとペリシャ・フェリシタに流したいと思います。ということで今回は1等のみの推奨でしたが、えー、このように馬券は勝負したいと思います。来週以降もこんな感じでですね、えー、まあ短幅もしくは人気馬の中から軸を決めて勝負のワイドを推奨していくというような感じで動画を進めていきたいと思いますので よかったら今後もよろしくお願いします。では今回も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。ではまた。